無声やつらに続く高橋留美子原作による漫画作品のアニメ化。1986年昭和61年3月26日から1988年昭和63年3月2日まで96回にわたり30分作品のアニメとして放映された。ストーリーは非常に古い木造アパート一国館に新しい管理人音なし京子がやってきた。5号室に住む浪人生の五代優作は可憐な彼女に恋をする。裏若い二房人の管理人と年下の下宿人、二人の淡い恋愛模様を中心に個性的な人々が集う一国間の賑やかな日常を描く。